おはようございます。どうも宮田です。連合 VS ダフト2プラスの実況の続きをやっていこうと思います。よろしくお願いします。前回はですね、このネオの任務だったりとか、こちらの三人衆の任務に、散々振り回されましたが、今回もこの子たちのね任務をやっていこうと思いますもう本当に辛かった。前回全然クリアできないんだよ。はい、もう切り替えてですね、帰るべき場所、これはシードのあの名シーンの再現でしょうね。まあまあシードですから、まあ、シードの機体唯一ジャスティスガンダムしかいないんで、ジャスティスでいきやす。アークエンジェル発進、最大戦速、よし、第一戦闘配備、グルグドーン、これ好き、動きが。絡みて、うわやばい、全然動かせないジャスティス、どうしよう。いやー、よいしょ。マジドミニオン、ドミニオンもあるいたんいるんだ。やべえ、なんかメビウスいっぱいいる。ちょっとはおいから、おいおい、あちょっともう絡みて、お絡みて、ちょ待って、メビウス、あーよくよくよく、めっちゃカクついてる、めっちゃカクついてる。これ絶対メビウスのせい。あっちダメだ。やばい、ちょっと待って。いやいや、ひどい。カラミティの連射もすごいカクつくんですよ、このゲーム。でもって、メビウスめっちゃ飛んでたんで余計にカクついてるんですけど。あ、もうメビウス、いや、もう間違えて落ちちゃった、落ちちゃった。もう、助けて。あ、死んだ、早い、ちょっと待って助けて、いやもうおかしいでしょ、おじね、よし、ちょっとあれかな、格闘のリターンが低い気がする。いや、うっす、あ、まず、もうメビウス邪魔。オーケー、よいしょ、よいしょ、フォビドゥン、グルグルドーン、あ、間違えた、これ絶対届かない、ドミニオン、いやー、ちょっと待って、ネオさんに集中出して、どう、拒否られた。すげえ、戦艦がこんなに近くに、すげえ、原作さながらのあのシーンやるじゃないですか。すげえ、うわ、めちゃめちゃ、何この密、密です、今話題の、今話題のって言い方もあれかな、くらえ、やー、よしょ、けけい、よいしょ、オゲイ、いいね今のコンボ、よいしょネオさんごと言ってもうた、よいしょ、よいしょ、あ、まだか、これいまいち俺コンボ分かってねえわ、ガシャイ、いいね、俺このコンボやっぱ好きだわ、よし、このファテムさんすごいね、これ一発でダウン取れるからすげえ楽え、いいね、アークエンジェルの砲撃が強い、オゲイ、おいし、メビウスってあれなんですよね、対戦モードでも使えないんですよね、唯一、その唯一っていうか、要はまあデストロイみたいに対戦でしか使えないわけでもないっていうね、まあ HP 低いんで、まあ使う気もないですけどね。お、ウィンダム追加、すごい、この3人衆ちょっと前に出てきた、ドミニオン
コメント面白いね。俺ミネルバも嫌いなんだけど、この科も嫌いなんだよな。なんでかって、さあそれは俺にもよくわかんないね。あ、よくわからんねえか。それはあなたがね、そういうことですよ。え、ちょっと使いこなせなさすぎたのでデスティニーでいきます。ここら辺がさ、常にストライク固定ってのがなんかちょっと来るものあるね。そうこいつら、お、やばい、デスティニーめっちゃ使いやすい。何これ、D、ね、デスティニーめっちゃ強いんですけど。強いんですけどデスティニー、なんでこんな強いの。あーやばい、ちょ調子乗ったわ。え、デスティニーやばいぐらい使いやすいんですけど。ちょっと見えない見えない、 いやこういうこういうところよこのゲーム。よいしょよいしょ、デスティニーさんやっぱね、なんかね、オールマイティーやっぱ使えるのめっちゃいいね。この前角度はやっぱりね、これ体感戦にはマジで有利。ブースト使わなくていいし、単発の火力も、うわい単発の火力もめちゃめちゃ高いし、おいし、パッと、オーゲイ。お、しかもムーさんがスッと、あ、ムーさんって言っちゃった。こうカットかな、ここ。やばい、今デスティニー触った途端の手に馴染み感が半端なかった。でこの子たちの任務ちょっとバカみたいに難しいんで、ちょっとこのね3人衆をね誰かしら信頼度上げないと厳しいんで、気を取り直してこの別の子たちをやりましょうか。うーん、そうだね、この子たちやりますか。新たなる目覚め、結構ねこの子たちのこのドムトルパ三人衆の任務は結構このバツナギ感のある、まあ、ただそのミッション数稼ぎというかね、なんか信頼度上げというかそういう感じのやつが多かった気がするんですけど、まあ、やっていきましょう。ちょっと仲間はかがりさんでいきます。ちょっとレベル上げしたいっても若干あるんで、ジンを12機。すごいねこの入場の仕方、いいね、ドムっぽいわ。これか、連射がこれ。曲が西川に来。そうね、格闘の準備体制がこれってのいいね。OK、 かっこいい。やべ、やってる場合じゃない。オーケー。横格闘。かっこいい。おい、やばい、楽しい。ドム強ない。めっちゃスコなんですけど。いいねいいね、このホバーがいいな。ちょっと障害物。どん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 。おい。あと30秒。やばい。建物乾かすにしちゃったよ。やばい、時間格闘だ。よっしゃ、お、かっこいい、ドーム。格闘、うわ、かっこいい。この状態こそかっこいいんだが、今回はあんたに花を持たせてやるよ。あざっす、リーゼント兄貴。お、かがり村雨追加、まだ村雨か。本当にでも多分かがりさんレベルアップすると多分暁入ると思うんで、時期の撃破かギルスゲー3期作戦エリア外。なるほど、できていいでしょう、特例使わないんで。あっ、ちょっよっしゃ、どう戦うつもりだ。嫌いじゃないぜ、出てきやがったか。ここは俺たちの出番だよ。よし、行くぜ。
オッケー。オッケー、危ねえ。これ、うん、よし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 。オッケー。オッケー。いけ、パワー覚醒。お、強い。マジで強いんだ、この子。うい、強い。よいしょ。え、そ、オッケー、入れ。くらえ、パワー覚醒。お、つえ。かっこいい。いいね、いいね。やばい、デスティニー楽しいね、やっぱ。やっぱ、俺、デス、この実況の序盤の時、デスティニーがゲットして、やったーってなってる時、初めて使った時、うわ、めっちゃ使いづれーとか言ってたと思うんですよね。コスト高いけど、ちょっと器用貧乏だなとか言ってたんですけど、使い慣れるとマジで強いですね。デスティニーさん、最高ですね、これは。さて、次、もう一人の、ヘルベトさん。行きましょう。砂漠をかける疾風。かっこいいね、なんか。ミッション名だけは。救命ポット回収か、出たよ。もうこういう類、俺苦手なんですけど。かがりさん。村雨乗っといてもらえます？ M、あ、本当にオーブ機体ばっかりだね。どうしよう、一応スピードにしとく？まあ、でもそんなに敵出てこないから、そもそも覚醒たまんない説あるけど。あれかな、結構時間ギリギリタイプかな。よいしょ、よいしょ。よいしょ。ああ、なので、地層頑張る系ね。ヘルベルとか、案内してくれて。なんでさ、この子たちの任務の時、西川に流れんの？あ、すごい。何これ。これ何これ。あ、運転の練習的な感じ？教習所だ、教習所。S 字カーブだ、S 字カーブ。皆さん、車の、教習所というか免許持ってらっしゃいます？教習所行ったことある人は分かると思うんですけど、 S 字カーブっていうね、あー、ミスったS 字カーブっていう、なんかうわあれなんですよね、車って内輪差があるんで、それをね、あい、もう話す、もう車の教習所の話しながらこのミッションやろうと思ったらもう終わっちゃって、内輪差っていうのが車にはあって、前輪と後輪でね、後輪の方が曲がるときに内側入っちゃうんで、それをね、その感覚をね、ちゃんとこう肌で感じるというか、それを理解した上で練習できるかっていうのを測るために S 字カーブっていうね、 S 字に曲がるところがあるんですけど、それをやってる感覚でしたね。なんかさ、ヘルベルトさんの任務の名称かっこよくない？砂漠をかける疾風とかさ、光の雨の中でとかさ、なんかいいねめちゃめちゃいいね。たまには別の子連れていく？あ、アスラン連れてく？なんだろう、この異色だね。なんだろう、この感じ戦力ゲージゼロで、磁気撃破か作戦時間終了した。なるほど、 OK です。よし、行こうぜ。よし、次にドムトルーパー、メインの射撃がこれなんですよ。このでサブ射撃がこの連射するやつ、ビームこれいいんですよね。結構追尾してくれるんで、分散にしておきましょう。ほほー、なんかすごい格闘、あ、これいいね、切り抜け格闘かっこいい。ジェットストリームアタックが強い。ジェットストリームアタック、これ、あー、やばい、アスラに取られた。ジェットストリームアタック全面の攻撃全然効かなくなるんで、めちゃ強なんですよね。これほどじゃないかな。いやー、ちょっとドムトルーパー楽しいんだから。ガード魂、何それ、あれそれ、スポコンみたいな感じ。ヤキンドゥーエ、おお、すげえ。なんでみんなゲイツ、ゲイツ、おお、こいつら、いつものあれで行くよ、いいかい、ジェットストリームアタック、いいだろ、前格闘、嘘、前か、
佐藤さん、しかもレーダー乗ってる。前角と前角、よし。あ、ごめん姉さん、ちょっと俺のちょっとアンカーのやつ逃さ、ちょっと。ウギ、え、嘘、逆にあなた、チクショ。死ぬ。帽子はもらった。またレイダー来た。ちょっと何何何あれ、やばいやばい、集中できん。ごめん姉さん、ちょっと集中です、ごめん。よいしゃい。嘘、マジマジ、これ全員倒されたらダメ、きちいな。え、ちょっと見えん見えん、待って、ストライクタワー倒せばいける？下水なー。姉さん。